はい、皆さんこんにちは、たくやでございます。いかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、旅で使う英会話第2弾、こちらをですねお届けしたいと思います。まだですね第1弾のレストラン編をご覧になられてない方は、この下の概要欄もしくはですねこの上に出ているカードから、第1弾のレストラン編をご覧いただければと思います。今回のですね第2弾でお伝えしたい、英会話なんですけれども、実は2つあります。1つ目は加減を伝える、加減ってどういうことかっていうと、例えばレストラン、特にステーキハウスで焼き加減をどうしますかと聞かれたりですとか、あとはですねデリとかに行ってコーヒーを注文するときにその加減を伝えるですね、例えばそのコーヒーどうしたいとかっていう、そういった時に使う英会話をお届けいたします。で、2つ目が、センキューの使い方ですね。はい、まあ、ありがとうっつって、まあ、もう何かされた時にありがとうっていうので間違いないんですけれども、それ使っていいんですけれども、時々ですね結構ですって断る時に間違って使う使い方があるんですね。それをですねレッスンしていければと思います。ではですね、早速行ってみたいと思います。加減を伝えるときに、例えばステーキを注文しましたと。で、焼き加減をどうしますかって言われたときに、日本だとステーキの焼き加減はいかがいたしますかってすごく丁寧に聞かれるんですけれども、まあ、このアメリカではですねそんなに丁寧な聞き方はしてくれません。で、すごくシンプルに、もうすごく簡単な英語です。どういうふうに聞かれるかっていうと、How would you like it? How would you like it? ですね。それどういうふうにしたいっていうふうに聞かれます。焼き加減はとか聞かれないで、もうステーキを注文したら、How would you like it? っていうふうに聞かれるので、焼き加減をそのまま伝えてあげればいいです。例えば、ミディアムが良ければ、make it medium。とか、もう本当にしっかり焼いてほしいときは Make it well done とか、Make it rare とか、いうふうに伝えればいいと思います。で、その何かをどういうふうにしてほしいっていうときに使うのが Make it 何々ですね。はい、How would you like it に対して Make it 何々、もしくは Please make it 何々っていう風に伝えればいいと思います。これですねステーキ屋さんだけでなくって、例えばデリでコーヒーを注文するとき、これ第1弾でも出てきた Let me have ですね、Let me have small coffee っていう風に言うと How would you like it っていう風に聞かれます。そしたら例えばコーヒーだったら、Make it black with two sugars とか、Make it with milk and two sugars とか、そういうふうに伝えればいいと思います。で、よくあるブラックコーヒー、日本だとお砂糖も、ミルクも何も入ってない状態のことを、まあ、ブラックコーヒーって言うんですけれども、このアメリカだとブラックコーヒーっていうのはですね、ただ単にミルクが入ってない黒い状態を言うので、お砂糖どうするとかっていうふうに聞かれます。で、そういう時って例えば How many sugars do you need? とか How many sugars? っていうふうに聞かれます。で、お砂糖って数えられないじゃんっていうふうに皆さん思うと思うんですけれども、中学校とかの英語だと砂糖は数えられないから How much だとかっていうふうに多分言うと思うんですけれども、今この、まあ、アメリカでそのお砂糖どれぐらいいるっていうのに関してはHow many sugar? っていうふうに言います。で、一つの単位がお砂糖一杯がワンシュガーなんですよ。だから例えば2 sugars っていうとその2杯分を入れてくれます。はい。というわけで今回の動画でございますね。まあ、加減を伝えるっていうのをまずお届けしてるんですけども、2つじゃない。そのまとめをすると、まず加減を伝えるとき、まず聞かれる言葉は How would you like it? というふうに聞かれるので、Make it 何々、例えばステーキ屋さんだったら
make it medium とか make it rare で、例えばあのコーヒー屋さんとかであのデリでコーヒーを頼むときは、make it with milk and two sugars とか、もしくは砂糖いらなければミルクが必要で、砂糖がいらなければ、make it with milk and no sugars というふうに伝えればいいと思います。はい、で、2つ目でございますね。Thank you、ありがとうっていう言葉でよく使うと思うんですけれども、例えばなんだろう、まあ、何かされてありがとうっていうのはいいと思うんですけれども、もう普通に Thank you って使えばいいんですけれども、例えば結構ですっていうふうに伝えるときに、多分ね、結構多いのが No Thank you っていうふうに伝える方って多分多いと思うんですよ。で、この No Thank you っていうのがものすごく失礼なんですよ。っていうのも Thank you っていう言葉って Thank っていうのが感謝をするとかそういう意味になるんですね。で、Thank you であなたに感謝しますっていう言葉になるので、No Thank you っていうと、もう Thank you しませんって言ったら、もうなんていうのかな、もうあなたに、まあ、感謝しませんっていうものすごく失礼な言い方になってしまうんですね。なので、例えば何かを断るときに、何か提案をしてくれたものに対して断るときに、例えばなんて言ったらいいんだろう、お水もう少し、例えばレストランでお水もうちょっといりますかとかっていうふうに聞かれたときに No Thank you って言うとダメです。で、どういうふうに言うかっていうと No で一回切るんですね。で、その後にもう大丈夫だよっていうのを入れて、ありがとうっていうふうに伝えるのがものすごくシンプルです。で、一般的です。なので、例えばお水もう少し入れますかって、Would you like more water? っていうふうに言われた時に対しては、 No, I'm good, thank youっていう風に、この一つ文章をですね、入れてあげると、ものすごくまあ、スムーズになります。失礼じゃない言い方になります。間違っても No thank you とかって言ってしまうと、相手は多分きっとムッとしてしまうので、何せっかくさ気利かしてお水入れてあげようと思ったのに何その言い方っていう風に思われてしまうので、そうならないためにも No, I'm good, thank you っていう風に言ってあげると、ウェイターさん、ウェイトレスさんにも、あ、そうなのね、分かったっていうふうに思ってくれます。はい、というわけでですね、今回の動画、2つですね。まず1つ目は、加減を伝える、復習しましょうかね。How would you like it? に対して、make it 何々っていうふうに使う使い方ですね。で、2つ目が、間違っても No Thank you っていうふうには言わないことっていう、この2つでございますね。No Thank you の代わりに No, I'm good, thank you っていうふうに伝えてあげるということでございました。この辺の英語ですね、もう日常的にものすごくよく使えますので、ぜひですね、旅の参考にしていただければと思います。はい、ではですね、ぜひまた役に立ったと思ったら、高評価、チャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた。